島根県の六百七十八人は保健所管内別で、松江三百十五人、出雲百六十人、雲南六十七人などです。感染発表の推移です。三日連続の減少で、一週間前と比べると二百五十人以上減っています。島根県では三県のクラスターが発生です。二県は松江市の高齢者福祉施設で、八人と六人。 もう一県は浜田保健所管内の学校の部活動で八人の感染が確認されています。また新たに患者一人の死亡も確認されました。一方鳥取県では新たに五百七十二人の感染が分かりました。保健所別では変わらず与那国が二百七十六人と最も多い状況です。県内の累計は二万七千二百八十一人となりました。 感染確認の推移です昨日よりも60人減りましたが1週間前の金曜からは101人増えていますクラスターは5件です八頭町立船岡小学校で6人与那子市の高齢者福祉施設で6人西白郡の高齢者福祉施設で17人与那子市立根室保育園で7人 与那子市の保育所で7人の感染が確認されました感染の高止まりが続く第7波島根県が最悪のシナリオと警戒するのが一般医療への影響です医療機関のスタッフも非常にこの2週間たくさん活性がありますけども 合わせて高齢者福祉施設でもクラスターが大変多くございますそういった意味では高齢者の感染者も非常に増えているというのがこの第7の特徴になります島根県では今月に入り医療機関で12件、高齢者福祉施設で25件のクラスターが確認されています高齢者が感染した場合、入院が必要な人も少なくありませんまた、介護が必要な高齢者であれば ベッドの数以上に医療スタッフも必要になりますが、でその医療スタッフがやはり、引退感染等でですねクラスターが起きますと、あのコロナ医療にだけじゃなくて、ですね一般医療へもですねその人員が不足してくるといった問題が今後出てきます。島根県では、お盆過ぎ1週間程度が第7波ピークアウトのポイントと見ていて、高齢者と医療従事者への4回目接種の促進などにより、 医療崩壊につながらないよう注視するとしています。